ディープフェザー級5分2ラウンドを行います。青コーナー話術研修開発高橋達也、赤コーナー制限会大村ヒューヤー、赤コーナー大村選手には激励賞が届いております。続いて第6試合です。こちらもディープフェザー級5分2ラウンド、大村ヒューヤ対高橋達也の一戦です。黒いトランクス大村ヒューヤ、ヒョウ柄トランクスを履いている方が高橋達也です。よし、はい、5分2ラウンド第1ラウンドが始まります。ラウンド1、はい、第1ラウンドの開始です。左足を前にしておりますのが高橋達也、その足を掴んでいこうというところ。高橋早速タックル行きましたね。大村の方が仕掛けていきます。さあそこから崩していく、立ち上がっていきます高橋です。もう高橋選手は、はい、そうですね、ここを背負っているよりはリング中央に戻るか入れ替えるかしたいですね、圧をかけていく大村です。そこのポジションだったら大丈夫なんですよ。そこのポジションだったら大丈夫なんですよ。押し付けながらのパンチを見せていく大村。返していく。もう一回返そうという大村です。離れました。お互い体つき見るとすごい打撃やり合うのかなと思ってたんですけど、組みに行きました。大村選手組んでいきました。はい。ローキック大村、左を打っていく高橋、飛び込んでいきました大村です。ちょっとトリッキーな、そうですね、蹴り足を掴もうという大村です。バックを取っていく、後ろから膝を打っていく高橋選手は、ここちょっとすぐ解除したいですね。はい、バック取られて良くないよね。まずは整体してというところですか。整体するか、まあ、もしくはこのバック取られてこの腕のクラッチを切りたいですね。あ、はい、逃れようとするのは高橋、これちょっと取られすぎていると今度後ろにやりたいことバック投げていく。おー、すごいパワー、大村が豪快に投げてそのままバック、バック取れちゃった、はい、あ、取きましたね。さあ足もロックしていけるか、大村優也が攻めていきます。これそうですね、まだ逃げれるので、ここ無理くり整体しちゃいたいですね、はい、もしくはこれ、うん、壁蹴って思いっきり飛んじゃうのも手なんですよね、はい、反動で逃れていく、はい、逃れて、さあここでひっくり返っていけるかどうか。おー、うまい。そして離れ際にパンチを当てる高橋、はい、いい、すごいいい攻防ですね、はい、右足前からの高橋達也、高橋選手、ちょっとバックハンドブロー、バックハンドブローは大村、高橋選手はこれせっかくサウスポーなんで、はい、結構左ミドルバツバツ蹴っちゃっていいと思うんですよね。蹴り返していく大村、一旦距離を取る大村です。さあどちらが仕掛けるか、ちょっと見合っちゃった、はい、いい蹴り、左のキック、スーパーマン飛び込んでいこうという大村、もしかしたら高橋選手これ踏み込みすぎるとまたちょっとタックルっていう印象ができちゃってちょっと攻めにくくなってしまったんですかね。ボディー効いたんじゃないですかね。ボディーが効いたか高橋、
左のローキック、蹴り返していく大村。残り時間1分、残り時間1分。意外と高橋選手が意外に押し始めたので、はい、大村選手はまた組みたい感じなんでしょうかね、多分。どこかで距離を詰めていきたい。高橋の方がリズムに乗りつつある印象ですね。最初はなんかここまでして残り時間30秒押されちゃったかなと思うんですけど、はい、うまい具合にペースつかみましたね。さあ左を打っていく。ジャブ出してここで左のミドルぐらい打ちたいです、はい、高橋選手は。残り時間10秒、残り時間10秒。1ラウンド残り時間がわずかです。さあ最後タックルを狙うのは大村、足を掴んでいく。ここが切れるかどうか。第1ラウンド終了です。ここで第1ラウンド終了です。さあ1ラウンド振り返るとどういう印象ですか。そうですね、あれです、まあ、最初は大村選手かなと思ったんですけども、はい、後半で全部高橋選手が持ってったような印象ですね、はい、どうでしょう、大村のタックルあるいは寝技に対しての高橋の対処というのは。対処はそうすごいきっちりできてたので、はい、しっかり解除ができてたので、うん、今のところそんな怖がらなくていいと思うんですけどね。途中ちょっと手を出しにくそうな時間もありましたけれど、その後はペースを、そうですね、高橋選手が持っていったかなと、はい、意外とで高橋選手もしっかり寝技の対処がしっかりできているので、うん、高橋達也今年6月にリーフ初参戦、渡辺純に勝利も10月敗れて1勝1敗。赤コーナーの大村優也の方は去年の10月ディープ浜松大会参戦、近況では連敗が続くという状況です。 Round 2, final round. 最終の第2ラウンド5分です。左を打っていく高橋、ここもペースを掴んでいけるか高橋達也。左のロー蹴り返していくのは大村。大村選手ってその場に止まっちゃってるので、はい、ここの距離って結構サウスポーの距離になっちゃってるんですよね。あ、そうなんですね。離れるなら離れる、近づくなら近づくしないと、ちょっと、はい、ここのちょっと少しだけ遠い距離って結構、ね、サウスポー有利な距離なんですよね。さあここで大村が仕掛けていきます。一気にくっつけちゃったので、はい、このままあとはもう一回テイクダウン取って行きたいところだったですかね、はい、大村選手は左を差していく。抵抗するのは高橋、まあ、先ほどはここから思い切りよく投げたりというのも大村見せていました。なので足をかけて崩したい。ここのバックに回るのはすごい上手いですね、大村選手。はい、しかしそうさせまいという高橋も懸命に抵抗していきます。今のところ大村選手もろ差しになっているので、はい、まだ大村選手はちょっと有利な状態で、ここ一回クラッチが切れたので押し付けながらのパンチ差し返していく高橋、引き剥がしたい。しかし許さずに両手差していく大村優也。実はこれ押し込まれてるってすごい体力削られるんですよね、はい、ただ足に切り替えて、さあここから足を崩していこうというところですが、高橋も懸命にこらえていきます。肘を落とす。さあ冷静にセコンドの指示を聞いて立ち上がっていくのは高橋。ここはこの体勢だと頭を押し付けるより、はい、顎の下に手で頭をかち上げちゃった方がいい、対処できちゃうんですよね。あ、足を取るところにちょっとこうこの辺りトライして、はいはい、大村選手はこれ足に固執しないで一回スタンドに戻ってリセットしちゃってもいいと思うんですよ、ここ何も見えない状態なので、はい、
そこからパンチ離れました。また大森さんのピタッと止まっているよりは、はい、そうですね、こうやって距離動かしながら動かしながら攻撃していきたいですね。両者の蹴りが交錯。プレッシャーをかけていく高橋、タックルは大村。そうですね、大村選手ここまで来たらそこ止まらない方がいいですね。このまま足が無理ならこのまま上に上にで腰のあたりでクラッチできればまだ取れる状態になるんですけど、ここだとちょっとまだ足先だけなので、ここから次の展開は難しそうですか。まあ、そうですね、今のところこれこのままだと辛いので、はい、高橋選手はこれそうですね、今のところいい具合に切れ始めているので、うん、あ、ちょっとここはそうですね、ここクラッチして手前に行きたいですね。はい、村選手を手前に引いて、あの高橋選手を引っ張ってきて、尻ポッチつかせるような状態にできれば、はい、うん、ちょっといい体勢なんですけども、残り時間1分、残り時間1分。このあたり高橋のディフェンスという点ではどうでしょうか。そう、ここ結構高橋選手ディフェンスはすごいできているので、しっかりきっちり、あの倒されそうな際で踏ん張って、はい、倒れるギリギリ倒れないところを保っているので、すごい大村選手からしたらすごい嫌だなということになっていると思うんですよね。はい、ボディを差しに行く高橋、突き刺していく、そしてちょっと効いちゃったなこれ、はい、ちょっと大村が苦しそう。苦しそう、苦しいですね。バックハンドブロー。残り時間30秒、残り時間30秒。さあ高橋が間合いを詰めていく、左もう一発、ここ切りたいですね高橋選手、はい、しっかり切ってパウンドでもいいと思うんですけど、残り時間10秒、残り時間10秒、残り時間があとわずかになっていく。ここでパンチを、あ、右と強烈に打っていく。試合終了、タレミに判定に入ります。ここで試合終了のゴング、5分2ラウンドの攻防が終了しました。2ラウンド目はどういうふうに見ていましたか。2ラウンド目、そうですね、ちょっと大村選手が少し手詰まり感がちょっと目に見えちゃったかなと思うんですよね。2ラウンド目は大村の方が逆にちょっとやりにくそうな、そうですね、あの打撃で嫌がっちゃったところにこのタックル で足だけ使ったのが止まっちゃってたので、そこからもう一つ展開が欲しかったですね。はい、どうしてもこう足を取りに行くというところに活路を見たかった。そうですね、ちょっと足だけの、足って行きやすい、タックル行きやすいんですけど、はい、それも切られやすいので、ちょっともう判定の結果をお伝えします。足のタックルに行って無理だったらそのまま上に切り替えちゃってもよかったと思うんですけど、ね、はい、さあ両者呼ばれました、判定です。ジャッジショーナが19対19、マスト判定、青高橋。1人目マスト判定で高橋。ジャッジ19対19マスト判定、青高橋。2人目も高橋。ジャッジ19対19マスト判定、青高橋。よってこの試合3対0を持ち勝者、青コーナー高橋達也。三者ともマスト判定ではありましたが、高橋に3秒、3対0という結果で大村を下しています。さあ、この一戦の勝因どういったところを考えました。そうですね、際の攻防で一つ一つきっちりタックル潰したことかなと思います。大村も1ラウンド目では豪快に投げたり、あるいはタックル狙っていったりといういいところもありましたけれどもね、まあ、途中途中でやっぱ一つずつ対処されていっちゃったので、どうしてもそうなると少しずつちょっと手詰まりが出てきちゃう。青コーナー高橋達也選手の勝利でございます。まあ、あるいは高橋も途中でボディが一発入ったりですとか、聞いちゃってましたね、いいところがあり、そしてミドルの蹴りも良かったりと、あのあたりからリズム乗り始めましたか ね、 そうですね、ちょっと、まあ、腹のボディのダメージってすごい苦しいんで、はい、まあ、ちょっと嫌なあれがダメージ出ちゃったかもしれないですね。選手退場。さあ、これで2勝1敗ということで、高橋達也見事にこの第6試合を判定で制しています。